相鉄の横浜駅前にいます。これがね、ブルーラインの駅、こっちが相鉄、こっちがブルーラインで、ここが大和証券。なんか大和証券がいっぱいあるんだよね、横浜で。人が待ち合わせしてるっていうね。あ、ここは待ち合わせスポットだね。こっちがブルーライン。人がすごい多いね。めっちゃ渋い、渋い。人がすごい多いね。スーツカンパニー。こんだけ人いるの。人が多すぎ。うわ、すげえ並んでる。横浜の人、横浜駅が行くとこないんかなって思うぐらい人が多いね。この感じ。ABC マートいつもセールセール言ってるけど、あんまり安くないよね。あんまり安くないいつもセールセールって言ってるんだけど、全然安くないよね。あ、これすごい。え、これやばい。これすごくね。これすごい。で、これこれすげえ。これマリオに出てくるやつだ、マリオ。あ、メタモンもいる。メタモンがいるじゃん、メタモン。やばくね、メタモンがいる。人が多い。超人が多い。横浜の人、駅周辺以外行くとこないんかなって思うぐらい、この辺に人が集まってる。この周辺しか行くとこがないんかな。あ、ニトリ。ニトリオープンするんだ。ビッグカメラ。ビッグカメラ。狭いのに車がいっぱい通るんだよね。横浜狭いのに車がいっぱい通るっていうね、あの、まだちょっと現代化してないか。狭いんだから車で来なかったらいいのに。車好きなんだよね、みんな。わあ、ここ歩行者天国だ。歩行者天国。朝はね、車通ってんだけど、昼から歩行者天国。浜の風どうですか。ミニアルでやがったら。すごい、人が多すぎて動けん。人が多すぎ。ドンキもあるから。キャッチの人たちがね、キャッチの人たちがお客さんをね、捕まえようとしてる。やばい、人が多いな。ちょっと歩いたらマシなんだけどね。めっちゃ人がいる。ペットね、ペット見てるんだ。ペットとか飼えないのに見るなよって思うんですよ。結構ね、結構見るだけって見たらね、飼いたくなるっていうところがあるんです。ペットとか飼えないんだったら見るなよって思うんです。お、八百屋がある。八百屋がある。
この隣のスーパーねなくなったからねだいぶマシじゃないかな。やっぱり横にスーパーあったらきついでしょ。八百屋もどう考えてもスーパー隣になくなったからね。ここなんだけど何だったっけ、ダイエーかなんかあったんだよね。お、居酒屋がある。みんな飲んでるな。完全に閉店してるね。ダイエーだったっけ、忘れだな。グルメシティだったかダイエーだったか、どっちか忘れた。